ミッドナイトさん太陽の歌は2018年のアメリカ合衆国の青春映画。監督はスコット・スピアー。主演はベラ・ソーンとパトリック・シュワルツェネッカーが務めた。2006年の日本映画太陽の歌のハリウッドリメイクである。本作の日本語字幕は野木久子が担当している。17歳になったケイティ・プライスは色素性カラガワ症を患っており、 それが原因で外出もままならない日々を送ってきた。家にいざるをえない昼間、ケイティの話相手になれるのは父親しかいなかった。ただ、夜になれば、ケイティは外に繰り出すことができた。天気の良い夜には、彼女は決まってギターの弾き語りをするのだった。ある日の夜、ケイティは隣人のチャーリーと初めて会話を交わすことができた。ケイティは前々から、 チャーリーのことを知っており、寝室から彼の部屋を覗くなどしていたが、直接会うことは叶わずにいたのである。それからというもの、ケイティはチャーリーと信仰を深めていったが、それがかえってケイティの苦悩を深めることにもなった。果たして自分は普通の生活を送れるのかと。カッコ内は日本語吹き替え2015年6月22日、スコット・スピアーが、 パトリック・シュワルツネッカーとベラソーンが主演を務める新作映画の監督に起用されたと報じられた。10月9日、ロブリグルが本作に出演するとの報道があった。2015年10月12日、本作の主要撮影がバンクーバーで始まった。2016年10月、オープンロードフィルムズが本作の配給券を獲得し、2017年7月14日に、 全米公開すると発表したが、後に、本作の全米公開日は2018年3月23日に延期されることとなった。本作は、パシフィックリム、アップライジング、アンセイン狂気の真実、パウロアイと許しの物語、名探偵シャーロックのオムズと同じ週に封切られ、公開初週末に500万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものであった。 2018年3月23日、本作は全米2173巻で公開され、公開初週末に400万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場10位となった。本作に対する批評家の評価はかんばしいものではない。映画批評集積サイトのロッテントマトズには56件のレビューがあり、批評家支持率は21%、 平均点は10点満点で4.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ミッドナイトさん太陽の歌は、作為的なティーンロマンス映画としては典型的なものである。悪いことに、それは、色素性からがわ症の不正確な描写のために、際立っている。となっている。また、メトクリティックには14件のレビューがあり、過重平均値は38。 100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。ありがとうございます。